ジョナタン・エマヌエル・オロスコ・ド・ミンギスは、メキシコ・モンテレー出身の同国代表サッカー選手。クルブ・ティフアナ所属。ポジションはゴールキーパー。ヌエボレ・オン州・モンテレーに生まれた。2004年から2005年には、CF ・モンテレーからコブラス・デ・シューダ・フアレスに、レンタル移籍し、2005アペルトゥーラでデビューした。シーズン終了後に、モンテレーのトップチームに呼び戻され、 2005年8月13日の CF アトラス戦でトップチームデビューした。2009アペルトゥーラではリーガ MX で優勝し、2010アペルトゥーラでは再びリーグを制覇。2009アペルトゥーラと2011クラウス裏ラではリーグ最優秀ゴールキーパーに選出されている。2010から11シーズンからはコンカカーフチャンピオンズカップで3連覇を果たし、3年。 連続で FIFA フフクラブワールドカップに出場した。ユース時代を含め20年以上にわたり、モンテレーでプレーし、公式戦300試合以上でゴールマウスを守った。2016年末、クラブ上層部との対立により、エスタディオビビビを後にする。翌年1月より、サントスラグナに加入。対談したアグスティン・マルチェシンの後任として、政治家を務め。 2018クラウス裏優勝に貢献した。2020年6月クルブティ・フアナに3年契約で移籍することが発表された。2010年2月18日のボリビア戦でメキシコ代表デビューしクリーンシートを記録した。2011年には2011コンカカーフゴールドカップに出場した。ありがとうございます。